アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてはもてはやされ、あの おとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わっていくのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和4年5月5日、場所は大阪エキスポフラッシュフィールドにて、 2022X リーグウエストジュニアトーナメントの1回戦が行われます。試合開始は14時20分キックオフ予定です。この試合を催します両チームの紹介をいたします。手前側、ホームスタンド側に陣取りますカラーのユニフォームをまとっています。今シーズンよりネイビーのユニフォームとなりましたこのチームは広島ホークス。中四国の大都市広島に拠点を構えるクラブチームです。長く X リーグ下位に甘んじておりましたが、近年富に力をつけてきており、優勝争いの一角に入ってくる強豪チームとなりました。対しまして奥側、バックスタンド側に陣取りますチーム、本日はホワイトのユニフォームをまとっているのがクラブベアーズ。かつてマイカルベアーズと名を馳せ、関西の一流を成した強豪校であります、強豪チームであります。現在はスポンサーが、メインスポンサーであるマイカルが亡くなったこともあり、現在は X3 に甘んじていますが、そのかつての強豪の遍歴を今鳥本さんと奮闘しております。この両チームによる一戦が間もなく行われます。試合開始までしばらくお待ちください。
お待たせいたしました。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2022令和4年5月1日西日本ジュニアトーナメント大阪エキスポフラッシュフィールドにて2022X リーグ西日本ジュニアトーナメント1回戦広島ホークス対クラブベアーズの一戦が行われます。試合開始14時20分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。ただいまフィールド上では両チームのキャプテン画面手前側ホームスタンド側にありますのが広島ホークス、メインスタンド側ネイビーのユニフォームが広島ホークス、バックスタンド側バックスタンド側ホワイトのユニフォームをまとっているのがクラブベアーズです。ホワイトレシーブ広島キックオフベアーズリターンで試合が始まります。ホワイトのユニフォームクラブベアーズのレシーブ、ネイビーのユニフォーム広島ホークスのキックオフで試合が開始されます。なお本日の掲示は1クォーター10分の正式掲示で行われます。試合は広島のキックオフで試合が始まります。キックオフキッカーは9番酒井が務めます。ベアーズリターン、リターナー87番中央突破を図り自陣25ヤード付近でボールデッドとなりました。リターンしましたのは失礼しました。リターンしました選手87番の西川でした。ネビーのユニフォーム広島ホークスキッカー9番酒井健太選手のキックオフで試合開始。このボールをクラブウェアーズリターナー87番西川雄二選手15ヤードほどリターン。
アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃はボールを持った選手が倒れるまでを1回とし、攻撃は4回の攻撃圏で10ヤードを前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはベアーズ自陣27ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃、攻撃権更新には10ヤードの前進が必要。まずパスでいきます。そのパス成功、ファーストダウン、パス成功。ベアーズここでベアーズまず最初のパスプレーから転じました。アメリカンフットボールのプレーはランカパス、パスは開始地点より後方より1回だけできます。このパスを決めまして87番大きく前進、ファーストダウン、攻撃権を再び1回目から始める形になります。ランベアーズ自陣45ヤードからファーストダウン点、再び1回目の攻撃となって攻撃権更新まで残り10ヤードが必要。再びパスプレー、これも決まる、パス成功、ファーストダウン、パス成功。クォーターバック3番再びパスプレー、今度はサイドライン際の89番にパスを通し、80番がキャッチアンドランし、ファーストダウン獲得です。攻撃権を再び更新しまして、1回から1回目の攻撃となります。パスを決め続けます。クォーターバックは3番吉田、パスを先ほど取りましたのは89番の佐藤。敵陣43ヤード付近からファーストダウン10、クラブベアーズ相手陣に入りまして43ヤードからファーストダウン10。三度のパス決まります。パス成功、ファーストダウン、ベアーズ3連続パスを決めました。3番展開し、これも決まりました。パス成功、ファースター、今度のパスを取りましたのは82番の寺崎、ファースターを獲得。ベアーズここでパスプレーによって攻撃を展開しています。クォーターバック3番吉田、見事なパス攻撃を展開しています。そしてベアーズ相手陣24ヤードからファーストダウン点、またしてもパスプレー、パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。今度は右サイドライン側のロングパス、ターゲット87番、先ほどのパスを最初に決めた選手です。しかしこのパスはキャッチミス、カバーされていてパス不成功となりました。ターゲット87番の選手は西川です。クラブベアーズセカンドダウン、ファーストダウン獲得まで残り、パス失敗ですとボールは元の地点に戻して次の攻撃となります。したがってセカンドダウン点、時計も現在止まっておりまして、試合時間は前半残り8分7秒の状況です。パスプレー続きます。しかし今度のパスは不成功、パスは不成功。ターゲット82番へのフラットゾーンへのパス、逃げるような形のパスプレーですが、このパスはオーバースローでパス不成功となりました。サードダウンに変わります。ターゲット82番は寺崎、サードダウン10、ベアーズ相手陣24ヤードからサードダウン10。ここで初めてランプレーを展開します。ラインバック41番ハンドオフを受け中央突破、裏を描くようにゲインしておりますが、ゲインは7ヤード、したがってフォースダウン4回目の攻撃となります。キャリア41番は川端でした。クラブベアーズフォースダウン、ファーストダウン、ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計は回り続けます。ベアーズフォースダウン3、4回目の攻撃、残り距離3ヤード、プレーを選択します。ギャンブル、3ヤードを取れないと攻撃攻守交代となります。この状況をベアーズ決めるか、選択はパスプレー、しかしこのパス不成功、パスは不成功。ここで好調なパスプレーを選択しました。ターゲットは89番、しかしこれは広島がカバーしており、パス不成功に終わりました。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代、ターンオーバー、攻撃に出ましたが惜しくも成功、攻撃権は広島ベアーズ。ここはオープニングから鮮やかなパス攻撃により広島を翻弄しましたが、広島ここで踏ん張りまして攻守交代となりました。広島自陣10
6ヤードのシチュエーションからファーストダウン10、今度は広島の攻撃に変わります。広島はここでランプレーを選択しました。まずはランニングバックに持たせ中央へのランプレー、広島ホークスランニングバック20番キャリア20番中央突破を図りましたが、これはしかしフェアーズディフェンス力ノーゲイン、中央プレー、キャリア20番は玉山です。反応がよく1ヤード2ヤードほど後ろへ下げております。広島ホークスむしろ1ヤードロスとなっています。広島セカンドダウン11、2回目の攻撃です。今度はパスプレー、しかしこのパスはオーバーソー、パスインコンプリート、パスは不成功、ここでパルマカー反則があったのよ、パスを投じました、パスは不成功です。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。審判団より黄色いパルマーカーが投じられます。フィールド上に黄色いウエスが落ちますと反則発生を意味します。この反則がどちらにあるか審判の判定を待ちましょう。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーションオフェンスデクラインダウンは更新まして第3ダウンになります。イリーガルフォーメーション、不正な体系でオフェンスを展開しました。しかしこの反則をベアーズは取りません。パス失敗を選択し結果的に攻撃権を1つ喪失、サーブダウンになります。取りません。従いましてベアーズここは攻撃権を少なくする方を選択しました。広島自陣15ヤードからサーダウン11のシチュエーション、どうするか。中央へのランプレーを選択します。しかしこれもベアーズのディフェンスに阻まれ、原因はわずかでした。フォースダウンに変わります。原因は2ヤード3ヤード、しかしファーストダウンには至っておりません。広島ホークスフォースダウン、広島フォースダウンウェイト、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄、しかし陣地挽回を図れるプレーです。これをパンター3番の山口が務めます。このパントはハーフウェイを越えたところで外へ出ました。しかしここでイエローフラグ、反則が発生しています。ここで攻守交代、しかしファルマーカー反則があったのよ。ディフェンスの反則です。失礼、この場合はリターンチームの反則という形になります。キック中の反則です。キックの飛んでる間にディフェンスがホールディング、ディフェンス10ヤードになります。キックエンドの視点から10ヤードをバッタリしまして、ホワイトファースター、パントが飛んでる間の反則となりました。ただいま審判の説明通りホールディング、相手が出てくるのを捕まえて防ぐパターンの反則です。一般的にはパスプレーのパスレシーバーに行われる際にこの反則が適用されますが、今回はキッキングシチュエーションで適用されました。ボールが止まりました点から10ヤードのバッタリという形になり、しかし攻守は交代し、今度はベアーズの攻撃となります。クラブヤーズ10ヤードペナルティ、10ヤード下がってファーストアンテンの攻撃、自陣31ヤードからファーストアンテン、クラブベアーズ自陣31ヤード近からファーストアンテン、クラブヤーズ古軍のランプレーから入りました。キャリア41番に託し中央突破を狙いましたが、しかしこれは広島のディフェンス力ノーゲイン。クラブヤーズランニングバック41番川端大地選手ボールを持ちましたが、広島ホークスラインバックは77番
末光大地選手がタックル。タックル決めましたのは広島77番の末光。クラブベアーズセカンドダウンテン、ボールオン自陣31ヤード。パスは成功、しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。ファウルマーカー、反則があった模様。クォーターバック3番吉田雄一選手からワイドレシーバー6番杉田忠孝選手へのパスが成功、しかしファウルマーカー、反則があった模様。オフェンスチーム、イリーガルフォーメーション、オフェンスの反則です。下がりまして、イリーガルフォーメーション、不正な体系でオフェンスを展開しました。オフェンスには定められたポジションとルールがあります。これに従うプレーを行った場合は不正な体系で攻撃をしたとなります。反則は5ヤードの場合、先ほどのプレー無効となり、5ヤード下がってセカンダーをやり直しです。クラブヤーズ5ヤード下がってセカンドダウンを繰り返します。クラブエアーズセカンドダウン15、ボールオン自陣26ヤード。パス不成功。パスインコンプリート。パスは不成功。ここでクォーターバック3番パスプレーを通しました。ターゲットは89番。しかしキャッチした瞬間にヒットされ、このパスはキャッチ不成立となりまして、パス不成功です。パスをキャッチしたかのように見えましたが、パスインコンプリート、パスは不成功です。ボールは元の地点に戻され、クラウベアーズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り15ヤード。クラウベアーズ自陣26ヤードからサードダウン15、3回目の攻撃、攻撃権更新には15ヤードの前進が必要。インターセプト。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。今のプレー中に反則があった模様。クラブエアーズクォーターバック3番吉田雄一選手、左サイドでパスを通じましたが、パスをキャッチしたのは広島ホークスディフェンスバック23番吉田智春選手。しかしファールマーカー、反則があった模様。イリーガルシフト、オフェンス、オフェンスは反則はデクライ、攻守交代。オフェンスの反則です。イリーガルシフト、不正なシフトを使いましたが、しかしこの反則をディフェンスである広島は適用しません。広島ホークス正常なプレーとし扱い、結果的にインターセプト成立です。攻守交代、ターンオーバー。この反則を広島ホークス取りません。パスインターセプトしておりますので反則は施行されません。攻撃権はネイビーのユニフォーム、広島ホークス。反則は相手チームが施行するか否かを選択できるケースがあります。この場合、今回反則を取った場合は再びベアーズの攻撃でしたが、反則を無効としたので広島の攻撃となります。したがって広島相手陣22ヤードからファーストダウン。ここで中央へのランプレーが出ます。なにわくじ21番ハンドオフから右オフタックルを駆け上がり、約9ヤードのゲイン。右中央プレー、9ヤードのゲイン。キャリア21番は岩田。広島相手陣14ヤードからセカンドダウン2。攻撃権更新には2ヤード、エンドゾーンまで14ヤード。パス不成功。パスインコンプリート。パスは不成功。ここで広島はパスを転じました。しかしターゲット17番とパス合わず、パス不成功です。ターゲット17番は片岡でした。広島相手陣14ヤードからサードダウン2。この絶好のチャンスを広島生かすことができるか。広島ホークスサードダウン、
ここでランプレーを選択。広島ホークス、ランニバック21番、岩田選手のプレーにより、ファーストダウン。ランニバック21番、ハンドオフから右、オフガード付近をつき、ファーストダウン獲得です。キャリア21番は岩田、見事なランプレーでファーストダウンです。広島ホークス、敵陣ゴール前10ヤード付近から、広島相手陣10ヤードからファーストダウン。攻撃権は4回。エンドゾーンまで、そして攻撃権更新までは10ヤードというシチュエーション。タッチダウンまで10ヤードを少し。インターセプト。パスインターセプト。クロス交代。ここで広島はパスプレーを選択しました。しかしこのパスはパスカットされまして、浮いたボールを取ったのはクラブベアーズの9番。クォーターバック18番。インターセプトにより攻守交代、ターンオーバー。クラウベアーズラインバックは44番、バイスキャプテン谷川圭一選手がパスカット。浮いたボールをクラウベアーズパスカットしましたのはラインバックの44番谷川でした。インターセプト、攻撃権はクラウベアーズへと移ります。クラウベアーズ自陣8ヤード付近からファーストアンテン。ファーストダウン点、パスプレーでいきます。パス成功。パス成功。クォーターバック3番、吉田裕一選手からワイドレシーバー13番へのヒッチパス。大谷昭選手へのパスが成功。このヒッチパス通り13番キャッチアンドランで約8ヤードのゲイン。レフリータイムアウト。ただいまのプレーゲインは9ヤード。失礼しました。パスを投じました。クォーターバック3番は吉田、取りました13番は大谷でした。ただいまのプレー、クラウベアーズゲインは8ヤード。失礼しました、9ヤード。ゲインは9ヤード。試合再開です。ベアーズ自陣1ヤードを残し、17ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。ここは中央へのランプレーを選択しました。キャリア41番、タックルされながらなだれ込むように前に倒れていますが、このランプレーによる原因が何になったかを確認します。川端大地攻撃権更新です。ファーストダウンを獲得。見事な粘りでファーストダウン獲得となりました。ファーストダウンを獲得。ベアーズ1回目の攻撃に戻ります。クラブベアーズクラブベアーズ自陣18ヤード付近からファーストダウン。再びヒッチパスからのキャッチアンドランを図りました。ターゲット82番、しかしこれは広島の13番がタックルし、ほとんどゲインなし。広島ホークスディフェンスの反応が良く、ターゲット82番は寺崎。失礼しました。タックルしゲインを止めましたのはタックラー13番上田。クォーターバック3番再びパスプレー。ターゲット89番がこれをキャッチし、吉田雄一選手からワイドレシーバー89番佐藤智也選手へのパスが成功。ゲインは6ヤード。パスを取りました89番は佐藤。クラウベアーズサードダウン。ファーストダウン獲得まで残り4ヤード。クラウベアーズサードダウン4、ボールオンは自陣25ヤード。
クォーターバック3番パスプレーに転じると見せかけてスカンクォーターバック3番吉田祐一選手ゲインはしています。しかしわずかに攻撃権更新には至っておりません。自らスクランブルフォースダウンと変わります。ゲインは2ヤードクォーターバック3番でした。見事な判断でしたがしかし攻撃権更新には至っていません。フォースダウンファーストダウン獲得まで残り1ヤード。第1クォーター終了です。第1クォーターを終わりまして広島ホークス0点クラブベアーズ0点攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。西日本ジュニアトーナメント1回戦広島ホークス対アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し第1、第2クォーターを前半第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え前半と後半の切り替えではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。これより第2クォーターに入ります。第2クォーターフォースダウン残り1ヤードアウトフォーメーションを選択します。このパントは自陣を出すことができるクラウベアーズ、ベアーズ陣40ヤード付近でボールレッド。この位置での攻守交代となります。翔選手ボールを蹴り攻撃権を放棄陣地を挽回しております。攻撃権はネイビーのユニフォーム広島ホークス敵陣45ヤード付近からファーストアンテンの攻撃。広島相手陣45ヤードの絶好のポジションからファーストアンテン。パス不成功。パスインコンプリート。パスは不成功。3番。ここでパスプレーを転じました。ターゲットは7番。しかしこのパスはショートし、パス不成功です。セカンドダウンとなります。広島相手陣45ヤードからセカンドダウンテン。ここで中央へダウンプレーを選択します。広島ホークスキャリアは20番、アウト方向左オフガード付近を突き約5ヤードのゲインは5ヤード。キャリア20番は玉山。広島相手陣40ヤードからサードダウン5。しましたサードダウン。パス不成功。しかしファルマーカー反則があった模様ですがここでイエローフラッグ反則が発生しています。プレーはパスプレー。ターゲットは8番。パスインターフェア。ディフェンス9番ディフェンスの反則です。パスインターフェア
パスが宙に浮いている間に相手選手に接触して妨害しました。この反則は従来の反則として取り扱われます。反則発生地点での攻撃権行使に従ってこちらファースターンとなります。広島ホークスファースターン、広島ホークス敵陣37ヤード付近からファーストアンテン。広島相手陣37ヤードからファーストアンテン。ここで広島オプションプレーを選択しました。しかしこの時にクォーターバックにハードヒットを仕掛け、結果ピッチが乱れ大きく交代となりました。のピッチがそれました。大きくロスラッシュをかけていたのはクラブベアーズディフェンスライン57番白江祐希選手。先ほどのチャージを決めたのはクラブベアーズの57番の白江。10ヤードほど後ろへ下がっております。広島ホークスセカンドダウン、広島大きく交代しセカンドダウン20。3番ここでパスプレー、これをワイドレシーバー9番がキャッチ、タックルを浴びながらセカンドに放投でそのまま大きく独走、ファーストダウン攻撃権更新となりました。パスを通しましたポーターバック3番は山口、取りました9番は酒井。敵陣20ヤード付近からファーストアンテン。広島相手陣20ヤードの地点に進んでからのファーストアンテン。ここで広島オプションプレーを選択。オプションはクォーターバックを持つかランニングバックに渡すかの選択プレーです。今回はランニングバックにピッチして選択しました。キャリア21番左オープン展開し約3ヤードのゲイン。55番キャリーしました21番は岩田です。タックル2ヤードのゲインで止めております。広島ホークス2ヤードのゲイン。ダウンは進みセカンドダウン、ヤード数の訂正です。2ヤードのゲインでした。したがってセカンドダウン8、ボールオンは相手陣18ヤード。クォーターバック3番パスと見せかけ緊急発進のスクランブルラン。広島ホークスクランブルはパスターゲットがいなかった時のクォーターバックの緊急発進のランプレーです。判断よくこれにより約3ヤードのゲインとなっています。スクランブル決めましたクォーターバック3番は山口。3ヤードのゲイン、ゲインは3ヤード。広島相手陣15ヤードからサーダウン5。タックルしたのはクラブベアーズディフェンスライン54番藤本義則選手。タックルしたのはベアーズの54番の藤本でした。ここで広島選択はランプレー。キャリアは21番、左奥側の付近をつきました。攻撃権更新だったか審判の判定を待ちましょう。タックル付近をつきファーストを取ったか。タイムアウト、クラブホーク広島ホークス、失礼しました、広島ホークス1回目のタイムアウトです。広島ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。わずかに攻撃権更新には至っておりません。したがってフォースダウンの攻撃となります。前半に3回、後半に3回、それぞれチームタイムアウトを要求することができます。広島ホークス前半キャリーしましたのはランニングバック21番の岩田でした。SS 様、コメントありがとうございます。ぜひ声援もお願いいたします。広島ホークスフォースダウン、広島タイムアウトを解けましてフォースダウン残り1ヤードでプレーを選択します。ギャンブル取ったか、
ここで選択肢はクォーターバックスニーク、自らクォーターバック3番が中央突破しました。ファースダウン、ジャンプ成功。ファースダウン、攻撃権更新し、再び1回目の攻撃としました。スナップを受け、自ら前進、一ヤード原進、ファースダウンを獲得。広島相手陣10ヤードからファースダウン2ゴール、ゴール前9ヤード付近からファースダウン2ゴール。ここで広島はオプションプレーを選択しました。クォーターバック3番自ら持ち込み中央突破を図りましたが、これは逆に2ヤードロスです。クォーターバック3番山口高文選手、オプションキーププレーでしたが、クラウベアーズ、ベアーズディフェンスここで粘ります。57番白江祐希選手がタックル、1ヤード2ヤードほど後ろへ下げております。広島相手陣12ヤードからセカンドダウン2ゴール、エンドゾーンまで残り12ヤードのシチュエーション、どのように攻めるか注目しましょう。ランプレーを選択します。しかしこれをベアーズ44番がタックルし、ゲインは約2ヤードで止めました。ランニング枠20番キャリア20番は玉山、タックルしました。ベアーズ44番は谷川、ラインバッカーバイスキャプテン谷川圭一選手がタックル、2ヤード後ろへ失礼しました、2ヤードのゲインで止めております。広島サードダウン2ゴール、残り9ヤード、サードダウン、ここランプレーで行きました。しかしこれをベアーズストップ。ランニング枠21番岩田継ぐ二郎21番キャリア21番の岩田に中央突破を託しました。反応が良く、しかしこれをベアーズ止めます。フォースダウンとします。1ヤードから2ヤード後ろへ下げております。広島ホークスフォースダウン、ファーストダウン獲得まで失礼しました、タッチダウンまで残り11ヤード。広島フォースダウン2ゴール、残り11ヤード、これをフィールドゴールで狙います。ゴールポスト内側を通過しますと3点の得点となります。キックレックスは27ヤード、このキックブロック、フィールドゴール失敗、無得点で終わりました。クラブヤーズこの猛攻をしのぎ無得点としました。攻守交代です。クラブヤーズ57番白江祐希選手がカット、攻撃権はクラブベアーズ自陣20ヤードから、攻守入れ替わりまして、今度はクラブベアーズ自陣20ヤードからファーストダウン10のシチュエーションです。不成功、パスインコンプリート、ここで吉田成功、失礼しました、ベアーズ3番の吉田パスを投じました。ターゲットは6番、しかしこれをあわや広島9番がインターセプト仕掛けました。パス不成功となりセカンドダウンです。ターゲットでありました、パスをカットしたのは広島9番の酒井でした。クラブベアーズセカンドダウン点、クォーターバック3番再びパスプレーに転じようとしました。スクランブル、しかしこれは独走仕掛けましたが、これを広島54番がタックルし、クォーターバック3番約4ヤードで止めています。パスを投げ落としましたが自らスクランブル、タックルしたのは広島ホークス、タックル決めましたのは広島54番の大江翔吾選手、3ヤードのゲインで止めております。クラウベアーズサードダウン、ファーストダウンまで残り7ヤード、クラウベアーズサードダウン7、ボールオン自陣29ヤード、ここでランプレーを選択、ナイスラン、ファーストダウン、ベアーズファーストダウン、ランニング41番
ランニングバック41番川端大輝選手、7ヤード右2袋駆け上がりファーストダウン獲得です。サーブベアーズ自陣31ヤード付近からファーストダウン10 41番は川端でした。残り時間2分20秒切っております。クラブベアーズファーストダウン10。パスは不成功。パスここで吉田はパスを投じました。ターゲットは6番の杉田、しかしこれを杉田キャッチミス、パス不成功でセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウンテン、ボールオン自陣31ヤード、セカンドダウンテン。パス不成功。ここでクォーターバック3番吉田、パスを投じようとしましたがターゲットを見つからず投げ捨てました。これを広島14番見事なカバーを していましたが、しかしこれは届かず結果パス不成功に終わっています。14番は広島和田でした。広島失礼、クラブベアーズ自陣31ヤードからサードダウン10。クラブベアーズサードダウン。前半残り時間は1分58秒。パス不成功。パスインコンプリート。ここでクォーターバック3番吉田、再びパスプレー。ターゲット87番へのパスでした。空いていましたが、しかし87番わずかに届かず。パス不成功に終わりました。ターゲット87番は西川でした。結果クラブベアーズフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。パンターは12番、失礼しました、ボールを見失いましたがボールは相手陣に入りまして、相手陣35ヤード付近でアウトオーバー、攻守交代となりました。パンター12番立石翔選手、ボールを蹴り、パンター12番は立石でした。攻撃権はネイビーのユニフォーム広島ホークスへと移ります。今度は広島自陣34ヤードの地点からファーストダウン10の状況となります。前半の残り時間は1分43秒、この1分43秒がなくなりますと一旦タイムアウト、ポジショニングはリセットされます。自陣34ヤード付近からファーストダウン10、前半終了まで残り時間1分43秒。ここで中央へのランプレーを選択します。キャリア20番ハンドオフから左オフタックル付近を走り約3ヤードのゲイン、しかし中で倒れたため時計は回り続けます。失礼しました、クロックコントロールを失敗しておりまして現在時計は止まっています。ライバーカー44番バイスキャプテン谷川圭一選手、広島ホークスセカンドダウン。広島セカンドダウン7、ボールオンは自陣37ヤード。再びランプレーを選択、今度はキャリア21番、相手タックル浴びながら約3ヤードの原因となっています。21番は岩田、中央プレーでしたが中で倒れているため時計は回り続けます。キャプテン西川達也選手がタックル3ヤードの原因となっております。55番の西川、広島ホークスサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り4ヤード、前半終了まで広島ホークス自陣40ヤードからサーダウン4 30秒、前半の残り時間は30秒を切りました。
抜けます。まだ粘る。ナイスラーファーストラー広島ホークスファーストラー。ここへ広島オプションプレーを選択しました。ピッチを置きました。20番左オープン展開しながらそのままディフェンスを縫うように右オープンに展開を切り返し大きくゲイン。ファースター見事なランを決めました。キャリア20番は玉山です。ここで広島前半1回目のタイムアウトを取りました。2回目のタイムアウトを取りました。時計を止めるべく広島ホークス時計残り時間前半5秒で止まったところで広島タイムアウトです。5秒。広島ホークス敵陣19ヤード付近から失礼しました24ヤード付近からファーストアンテン。前半残り5秒で広島ファーストアンテン。ボールオンは相手陣24ヤードのシチュエーション。ここをフィールドゴールで狙います。広島ホークスフィールドゴールを狙う模様。キックレングス41ヤード。ここでホイッスル。チアウトホワイト1回目です。後半クラブヤーズここでタイムアウトを取ります。前半1回目のタイムアウトを取りました。失礼しました。前半1回目のここでタイムアウトで広島の集中力の削ぎに行きました。直樹さんコメントありがとうございます。広島現在得点機にあります。前半残り時間最後のワンプレーをフィールドゴールで狙うこのシーンぜひ応援ください。ベアーズタイムアウトを取りまして前半残り時間は残り5秒。広島ホークス41ヤードのフィールドゴール41ヤードのフィールドゴールトライ。このキックは届かず。そしてベアーズリターン。これをベアーズ12番が大きくリターンしましたがしかしこれは止められました。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了です。前半終了。ここで前半終了。広島ホークスのフィールドゴールは失敗です。ここで前半終了。前半終了いたしまして前半終了となりまして広島ホークス0点クラブベアーズ0点両者猛攻を見せながら無得点のまま後半戦に移ります。ハーフタイムは10分間です。ハーフタイムは10分間です。
本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ X3 2022西日本ジュニアトーナメント、広島ホークス対クラブベアーズの試合、まもなく後半戦開始となります。まもなく後半戦に入ります。後半戦は広島ホークスのレシーブ、ホワイトユニフォームクラブベアーズのキックオフで後半戦開始となります。これより後半戦に入ります。後半戦は前半の逆になり、クラブベアーズのキックオフで試合再開です。キッカーはクラブベアーズ13番大谷が務めます。広島ホークスのリターナーは14番の和田、23番の吉田が入りました。低いキックを蹴ります。これは広島リターン、23番右オープン展開、ナイスリターン。広島リターナー23番吉田、このリターンの際に右オープンに駆け上がり、ブロッカーを生かしてハーフウェイ付近までリターンしました。広島相手陣に入ったところからの攻撃権となります。23番吉田選手が約30ヤードをリターン。広島相手陣46ヤードからファーストダウン、点ボールをリターンした地点。相手陣が入ったところからの攻撃となります。広島このポジションの優位を生かせることができる、攻撃を展開できるかどうか。まずそのファーストプレー、このパスは成功しました。パス成功。広島ホークスクォーターバック3番山口選手から、クォーターバック3番プレッシャー浴びつつ右に流れつつ、ワイドレシーバー81番にパスを通し、約3ヤードのゲイン。3ヤード。取った後外で出ましたので、時計は一旦ここで止まっています。81番は田村でした。広島ホークス2回目の攻撃、セカンドダウン。広島ホークスセカンドダウンステン、相手陣43ヤード。これはベアーズナイスディフェンス。広島ここでランプレーを選択しましたが、これをベアーズの14番がチャージし、約2ヤードをロストしました。ここはクラブベアーズディフェンスライン57番白江祐希選手のタックルが早く2ヤードのロス。広島ホークスの攻撃は3回目、サードダウン。ボールオンは自陣、そして相手陣45ヤード。ファーストダウン獲得までは残り9ヤード。パス成功。クォーターバック3番左に流れつつ、ワイドレシーバーオープンになっていた9番へのパスを通し、9番ここからキャッチアンドラン。広島ホークスボールはファンブルしましたが、幸い外でたため、このパスがキャッチ成功となり、ファーストダウン獲得です。先ほどでクォーターバック3番山口選手から9番坂井選手のパスが成功しています。広島ファーストボールをファンブルしておりますが、そのままサイドラインを割っておりますので、攻撃権はそのまま広島ホークスです。
広島ホークス敵陣26ヤードからファーストダウンで、ここでオプションプレー。しかしこれはベアーズナイスディフェンス。広島ここでオプションプレーでピッチ、ランバック21番にそのボールを託しましたが、これをベアーズ12番がタックルし、ノーゲイン。ランバック12番立石選手がタックル。タックル決めましたのはベアーズの12番立石。広島相手陣26ヤードのシチュエーションからのセカンドダウンテン。2回目の攻撃、セカンドダウンテン。インターセプト、ターンオーバー、インターセプト、攻守交代。ここで広島ロングパスを投じました、クォーターバック3番。しかしこの時にボールを握り損ね、パスが浮きました。その失速したボールを取ったのはベアーズの6番。したがってインターセプトにより攻守交代、ターンオーバー。ディフェンスバック9番酒井貴則選手がパスインターセプトを決めました。ディフェンスバック6番は杉田。これにより攻撃権はホワイトのユニフォームクラブペアーズに変わります。クラブペアーズ自陣31ヤードから、クラブペアーズ自陣31ヤードからファーストダウン。中央エレガンプレー、キャリアは6番。これはディフェンス集まりよく、ほとんどゲインなし。セカンダウンに変わります。キャリア6番は杉田でした。杉田忠孝選手。クラブベアーズ自陣31ヤードからセカンダウンテン。1ヤードゲインしまして、クラブベアーズセカンドダウン。今度はランニング枠に託し、中央突破を再び繰り返します。キャリア41番、これを見事に答え、約7ヤード、失礼、6ヤードのゲインです。ゲインは5ヤード。キャリア41番は片川端です。クラブヤーズサードダウン、自陣37ヤードからサードダウン4。残り4ヤード。ここで再び中央へのラン、そして粘る、ナイスラン、ファーストラン。ランバック41番、中央突破を再び託されました。この時のランプレーはホールが詰まっていましたが、味方のブロッカーによりセカンドフォードが託され、ファーストラン獲得です。攻撃権更新、ファーストラン。川端見事なセカンドフォードでした。クラブベアーズ相手陣入りまして、相手陣49ヤードからファーストダウンテン。50ヤード付近よりファーストダウンテン。再び中央へのラン、しかし今度は広島ストップ。広島58番と79番がチャージし、約1ヤードのロスを奪いました。ここは広島ホークス。タックルしました、59番です。59番の川崎、そして79番の脇坂でした。ディフェンスライン59番川崎選手がタックル。ベアーズセカンドダウン11、ボールオンはハーフウェイ。再び広島ナイスペース。ベアーズ再び中央トップ図りましたが、今度も広島 59番チャージしまして、これも1ヤードのゲイン。ランプレー起こりましたが、広島ホークスディフェンスライン58番亀山選手がトップ。ディフェンスラインの58番は亀山でした。クラブベアーズサードダウンからサードダウン11は11ヤード。三度の中央ラン、いや QB キープ。しかしこれも広島アジャスト。このランプレーを広島74番がタックルし、ノーゲインとしました。フォースダウンです。タックル決めたのは74番の手塚。クラブベアーズ
クォーターバック6番杉田選手がボールをキープしましたが、広島ホークスディフェンスの反応がよく1ヤードのロス。クラブベアーズの攻撃はフォースダウン、ラストダウンです。クラブベアーズフォースダウン14、パントフォーメーションを選択します。パンターは12番の立石。これを広島14番キャッチしましたがリターンできず、広島陣20ヤード付近での攻守交代となります。4回の攻撃でファーストダウン獲得できなかった場合、その時点で攻守交代となるため、キャッチしましたのは広島14番の和田でした。バントにより陣地を挽回し攻撃権を相手チームに譲ります。クラブヤーズパンター12番立石選手のパントを広島ホークス、広島自陣18ヤードのシチュエーションからファーストダウンで攻守交代です。広島ホークス自陣18ヤードから4回の攻撃開始、ファーストダウンテン。パス不成功。広島ホークスファーストダウンの攻撃はパスを投げましたが、ロングパスを投じましたが、このパスは不成功です。前方へのパスが不成功でしたので、そのダウンの攻撃は終了。ボールは元の位置に戻され、攻撃は次のダウンに移ります。広島18ヤードのシチュエーションからセカンドダウンテン。広島ベアーズナイスディフェンス。ここで広島中央へのランプレーを展開しようとしましたが、これをベアーズ66番がチャージし約3ヤードロス。タックル決めました。ベアーズ66番は斉藤。ランプレーを試みましたが、ここはクラブベアーズディフェンスライン66番斉藤選手がタックル、3ヤードのロスを奪っています。広島自陣15ヤードからサーダウン13のシチュエーションとなりました。自陣エンドゾーン近い位置の広島、状況打開できるだろうか。このサーダウン13、ここがホイッスル。チームタイムアウト。広島ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。ここで広島ホークス、アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回タイムアウトを取ることが許されています。広島後半1回目のタイムアウトを使いました。ボールオン自陣15ヤードのシチュエーション、状況はスターダウン13、このシチュエーション突破できるか。広島ホークス、ナイスファースター。ここで広島の選択はオプションプレー。このオプションピッチを受けた20番、左オープンから縦に切り上がり、そのまま大きく前進、ファースター、攻撃権更新で一気に前進しました。広島ファースターの獲得です。広島ホークス自陣29ヤードからファーストダウンテン。
パス不成功。パスインコンプリート。ここでクォーターバック10。パスを投げましたが不成功。18番。パスを投じました。ターゲットは17番の片岡でしたが、このパスタイミング合わず、パス不成功に終わっています。セカンドに変わります。クォーターバック港見。今日はパスプレーにおいて精彩を欠いているようですが、ここで突破できるか、そのプレーを注目しましょう。状況は自陣29ヤードからセカンドダウン10。ここで抜けます。中央へダウン。ナリバック20番ハンドオフを受け、オフェンスラインの隙間を抜けるように突破、約8ヤードのゲイン。これをベアーズの26番マワタリがタックルして止めました。しかし8ヤードのゲインです。広島ホークスサードダウンの攻撃。ファーストダウン2ヤード、ボールオン自陣37ヤード。ここでスナップミスが発生しました。クォーターバック18番自ら何とか確保し、右オープン展開を図りましたが、これを逃さずベアーズロスタックルにしました。5ヤードのロス。結果広島フォースダウン7の状況に追い込まれます。広島ホークスの攻撃はフォースダウンラストダウンです。広島フォースダウン7パンクフォーメーションを選択。広島、ベアーズリターン。パンリターナー6番見事なステップでハーフウェイ付近でアウトバーン。好位置を確保してクラブベアーズ攻撃権を獲得しました。クラブベアーズリターナー6番杉田選手は約リターナー6番は杉田。攻撃権はクラブベアーズに変わります。クラブベアーズ自陣45ヤードからクラブベアーズ自陣45ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック3番パスプレーでターゲットを探していましたが、プレッシャーからパスを投げ捨てる形になりました。ターゲットは87番でした。クラブベアーズ自陣45ヤードからセカンドダウン10。セカンドダウン10。ここで中央へのランプレーを選択します。キャリア41番に託しましたが、ディフェンス集まりよく、ゲインは1ヤード。川端選手の中央プレー。キャリア41番は川端でした。第3クォーター終了します。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、広島ホークス0点、クラブベアーズ0点、両者無得点のまま第4クォーター最終クォーターに入ります。
これより第4クォーターに入ります。クラブベアーズ自陣46ヤードからサードダウン9。失礼しました、第4クォーターに入ります。クラブベアーズサードダウン。パス不成功。クォーターバック3番、ここでミドルゾーンへのパス。ターゲットはタイトエンド92番でしたが、しかしこれはカバーされパス不成功です。ターゲット92番は2番は山中でした。クラブヤーズクォーターバック3番吉田選手からワイドレシーバー92番山中選手へのパスでしたが、ここは広島ホークス9番坂井選手がパスカット、パスは不成功。クラブヤーズフォースダウン、ラストダウンです。パントフォーメーションを選択します。パンターは12番の立石。ここでボールをファンブル、しかしリターンします。リターナーは14番、リターンは広島陣20ヤード付近で止まりまして、この位置での攻守交代となります。パンター12番立石選手のパントを広島ホークスリターナー14番和田選手が約10ヤードリターン。タックルしたのはクラブウェアーズ57番白井選手でした。ここで攻守交代です。攻撃権は広島ホークスに変わります。広島ホークス自陣21ヤードから4回の攻撃を開始です。ファーストダウン10。広島自陣21ヤードからファーストダウン10。インターセプト。インターセプト、攻守交代です。ここで広島最初のプレーはパスプレーでしたが、このパスをベアーズ92番がインターセプト。インターセプトにより攻守交代です。広島のホークスバスターの攻撃でパスを投げましたが、このパスをクラブベアーズ92番山中、見事なダイビングキャッチで相手のパスを奪い取りました。失礼しました、山中大輔選手がインターセプト。これより攻撃権はクラブベアーズに変わります。クラブベアーズ敵陣23ヤードから4回の攻撃を開始。クラブベアーズ相手陣23ヤードの絶好のポジションからファーストダウン10。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。反則の発生です。フラッグが出ています。ここでベアーズの選択はエンドゾーンへのタッチダウンのパスでした。パスインターフェア、ディフェンス23番、ディフェンスのペナルティーです。パスインターフェア、パスが浮いている間に相手選手に接触していました。パスが浮いている間は双方ともに接触してはいけません。この反則は重大な反則として取られ、残り距離は半分の罰則、そして攻撃権は更新されファーストダウンとなります。ベアーズファーストダウンは15ヤード、クラブベアーズは15ヤードを前進した時点でファーストダウンとなります。クラブベアーズゴール前8ヤードから4回の攻撃開始です。ファーストダウン、残り8ヤード、エンドゾーンまで残り8ヤードのシチュエーションからファーストダウンです。ファーストダウン5-2ゴール。パス成功。クォーターバック3番タイトエンド92番にパスを通し、約1ヤードのゲインです。クラブヤーズクォーターバック3番吉田選手からワイドレシーバー92番山中選手へのパスを、そのままタッチダウン、エンドゾーンまで走られる状況でしたが、これは広島見事なカバーにより1ヤードのゲインでとどめています。坂井選手でした。クラブベアーズゴール前7ヤードからクラブベアーズセカンドダウン2ゴール、残り7ヤード、セカンドダウンゴール2ゴール。パス不成功。
クォーターバック3番、今度はエンドゾーンに直接パスを投げました。ターゲットは6番、しかしこれはカバーされていてパス不成功です。サーダウンに変わります。クラブベアーズの攻撃、ダウンはサードダウン。クラブベアーズサーダウン2ゴール、残り7ヤード。クラブベアーズサードダウンボール2ゴール。今度は中央へのランプレー、キャリア41番突進、これを広島止めます。しかしゴール前3ヤード、川端選手がボールを持ちましたが、キャリアは41番川端、ボールには届いておりません。ゲインは4ヤード、ボールはゴール前3ヤードで止まっています。ここでホイッスル、チームタイムアウト。クラブベアーズ、クラブベアーズここで後半1回目のタイムアウトを取ります。ここでクラブベアーズ後半1回目のタイムアウトの要求です。クラブベアーズ後半1回目のタイムアウトを取りました。クラブベアーズフォースダウン2ゴール、ここでフィードゴールトライに切り替えます。キックレングス20ヤードのフィードゴール。クラブベアーズフォースダウン、キッカーは82番寺崎。キック成功、3点獲得。クラブベアーズここでフィールドゴールを成功させ3点を獲得しました。クラブベアーズ3点、広島ホークス連点。ここで均衡が解けます。82番寺崎宏康選手が決め、フィールドゴール成功。クラブベアーズ第4クォーターに3点獲得。アメリカンフットボールは得点を奪う競技であると同時に時間を奪う競技でもあります。リードしている方は最終的に1点でも上回っていれば勝利となります。したがって勝っているチームはできるだけ時間を早く消費する戦術を取り、負けている方は時間を使わない戦術が求められます。クラブベアーズキックオフ。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を上げた側のキックオフで試合再開です。キッカーは12番、立石。広島14番リターン。抜けます。ビッケイ、ナイスリターン。ここで広島リターナー14番が見せました。ブロッカーの開けた大きな穴を一気に中央突破し独走、あわやエンドゾーンにそのまま駆け込むかという状況でしたが、相手陣30ヤードまでリターンしました。リターン決めましたのは14番の和田。広島相手陣30ヤードの絶好の位置からの反撃の攻撃に入ります。広島ホークスリターナー14番和田正幸選手が約60ヤードのリターン。広島相手陣28ヤードのシチュエーションからファーストダウン10。28ヤードからファーストダウン10。ここでランニングバック21番ハンドオフ託され、左をタックルを駆け上がりファーストダウン獲得、攻撃権更新。ランニングバック21番の岩田がここで見せました。ファーストダウン獲得です。広島ホークス
敵陣15ヤードから新たに4回の攻撃開始。広島相手陣15ヤード、ファーストダウン10、16ヤードからファーストダウン10。ここで再びランプレーでしたが、これはベアーズの44番がチャージしノーゲインです。タックル決めました44番は谷川、ラインバッカー44番バイスキャプテン谷川圭一選手がタックル、1ヤードのロスを奪っています。失礼、1ヤードロスとなりました。クラブベアーズ広島相手陣17ヤードからセカンドダウン11。これもベアーズナイスディフェンス。ここで広島はハンドオフオプションで QB がキープを試みました。しかしこれをベアーズ53番がチャージし、その漏れてきたところを36番が仕留め、約2ヤードをロストしています。チャージしましたのは53番の平瀬、タックル決めましたのは26番のマータル。2ヤードのロスを奪っています。広島相手陣18ヤードからサードダウン13。広島ホークスサードダウン。パス不成功。ここでパスプレーを展開しました。ターゲットはタイトエンドの8番でした。しかしこのパスはわずかにコースとれ、パス不成功です。ターゲットの8番はサコンでした。ここでホイッスル。チームタイムアウト。広島ホークス2回目です。ここで広島後半2回目のタイムアウトを使いました。後半2回目のタイムアウトの要求です。広島後半2回目のタイムアウトを使いまして、フォースダウン 13のシチュエーションに挑みます。ここで広島はフィールドゴールを狙います。フィールドゴールトライ。タイムアウト終了しまして、キックレングス35ヤードのフィールドゴールに挑みます。キッカーは9番の酒井。キック失敗、フィールドゴール失敗により無得点で終わりました。狙いましたがこのキックは不成功。ここで攻守交代となります。攻守入れ替わりまして、今度はクラブベアーズの攻撃となります。クラブベアーズに帰ります。クラブベアーズ自陣20ヤードからファーストダウン10。これクォーターバック自らボールを持ち中央突破を図りましたが、これは広島がアジャストし、ゲインは1ヤードのゲインでとどまっています。キープ1ヤードのゲイン。タックルしたのは広島ホークスディフェンスライン74番手塚選手。タックルしましたのは広島の74番の手塚でした。クラブエアーズセカンドダウン9。再びクォーターバックのワンプレー、ハンドオフェから左オープンをつきました。しかしこれも広島アジャストしています。とはいえゲイン約3ヤード。キャリーしましたクォーターバックは6番杉田。ゲインは3ヤード。タックルしたのは広島ホークス74番手塚選手。
クラブベアーズ自陣24ヤードからサードン6ファイター獲得まで残り6ヤードコンボは託します。ランニングバック41番ハンドオフから中央突破、しかしこれは広島止めます。クラブベアーズランニングバック41番フォースダウンに入りました。川端選手のランプレーで1ヤードゲイン。タックルしたのは広島ホークス、ライバーカー54番キャプテン大江翔吾選手。タックル決めましたのは広島のキャプテン54番大江。クラブベアーズファーストダウン獲得まで5ヤードを残し、ダウンはフォースダウン、ラストダウンです。クラブベアーズフォースダウン5をパントシチュエーションで迎えます。パンターは12番の立石。このパント転がりよく広島陣20ヤード付近でボールデッドとなりました。この時点での攻守交代となります。バッター12番立石選手のパントは広島ホークス陣地21ヤードでボールデッド。ここで攻守交代です。失礼しました、22ヤードでボールデッドでした。広島自陣22ヤードからファーストダウン点。試合時間は残り3分25秒。攻撃権は広島ホークスに変わっています。広島ホークス自陣22ヤードからファーストダウン10。クォーターバック3番パスを投じようとしましてスクラム。約3ヤードのゲインをして外へ出ました。外へ出ましたのでここで時計は一旦止まりまして、試合時間残り3分17秒となっています。4ヤードのゲイン。スクランブルを決めましたのはクォーターバック3番山口。広島自陣26ヤードからセカンドダウン6。広島ホークスセカンドダウン6。ここで中央へのランプレー、約4ヤードのゲインとなっています。キャリア21番、しかし中で倒れているため時計は回り続けます。キャリア21番は岩田。広島自陣30ヤードからサードダウン2。サードダウンパスダウン獲得まで残り2ヤード。ナイスラン、ファースターン。ランニングバック20番ハンドオフから左オフガード付近を突きファースターン獲得です。攻撃権更新。そしてここで再び時計は回り始めます。ここでクロックを調整します。しばらくお待ちください。広島自陣42ヤードからファースターン点。試合時間残り2分を切りました。パス不成功。クォーターバック3番プレッシャー浴びながら右に流れつつターゲットを探しましたが、ターゲット見つからずパス不成功としました。試合時間は残り1分44秒で止まっています。広島ホークスセカンドダウン広島自陣42ヤードからセカンドダウン点。試合時間残り1分44秒。広島のタイムアウトは残りアウト残り1回。パス不成功。クォーターバック3番再びパスターゲットを探し左に流れましたが、ターゲットは空いておらずパスを投げ捨てました。サードダウンに変わります。
試合終了まで残り時間1分35秒で時計を止まっています。広島自陣42ヤードからサードダウン10、試合時間残り1分35秒、広島ホークスサードダウン10。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ、パスの反則が発生しています。オフェンスの反則です。イリーガルシフト、不正なシフトを用いました。しかしこの反則をベアーズは取らずダウンを進めます。フォースダウン10の状況としました。したがって広島の攻撃回数残り1回、ボールの状況は自陣42ヤード、広島フォースダウン10、試合時間残り1分28秒。パス不成功、クォーターバック3番左ロールアウトからターゲットを見つけつつパスを投じようとしましたが、プレッシャーからパスを投げ捨てざるを得ませんでした。パス不成功となり4回目の攻撃失敗です。したがって攻守交代、ターンオーバー。ここで負傷者が発生しているため今レフリータイムアウトが取られています。試合再開です。クラブベアーズ相手陣42ヤードからファーストダウン10。クラブベアーズ敵陣42ヤードからファーストダウン10。試合時間残りは1分21秒となっています。中央へのランプレー。このランプレーによる原因はありません。しかし中で倒れているため時計は回り続けます。クラブベアーズランニングバック41番川端選手のランプレーでしたが、ここは広島ホークスキャプテン54番大江選手がタックルしノーゲインに止めています。試合時間残り1分を切りました。クラブベアーズ相手陣42ヤードからセカンドダウン10。クラブベアーズセカンドダウン10。2ダウン、時計を回します。あえて膝をつきランプレーとして時間を消化する形を取りました。しかしここでホイッスル。
チームタイムアウト。広島ホークス3回目です。広島ここで後半3回目最後のタイムアウトを使いました。時計が動いておりました。36秒に戻してください。ここでクロック調整が入ります。試合時間残り36秒になります。ここで広島ホークスは後半3回目最後のタイムアウトの要求です。試合終了までの残り時間は36秒。クラブベアーズ試合時間残り36秒です。サードダウン16、試合再開。クラブベアーズサードダウン、ビクトリーフォーメーション、プレーをしない模様です。2ダウン、時計を回します。クラブベアーズ広島に時計を止める手段はもう残っていません。ここで試合時間がなくなりました。試合終了です。試合終了、ここで試合終了です。ご覧いただきましたように NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ試合終了となりまして、広島ホークス0点、クラブベアーズ3点でクラブベアーズの勝利。クラブベアーズ2回戦進出です。クラブベアーズの試合は0対3でクラブベアーズが勝利しました。広島ホークス前線しましたが、しかし結果的に得点が攻撃が得点に結びつかず1回戦敗退という形になりました。しかし自力はまだ確保していることがよく分かり、秋に向けての戦いが非常に楽しみなチームであることには変わりもありません。大変期待が持てるチームだと思います。対しましてクラブウェアーズ、非常に鮮やかにパス攻撃を展開し広島の攻撃を翻弄することによって結果的に勝利となりました。フィールドゴールに終わってしまったのは残念なところでありますが、これが2回戦において課題として克服されることを期待したいと思います。午後2時20分14時20分キックオフでゴールデンファイターズと対戦します。また広島ホークスは来る5月28日かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にする少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わない悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘によりかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一旦は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が変わり動きます。それは大学で名を馳せたスター選手がもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技で全力に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものなのかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたなのかもしれません。そんな何かが集い
現れ、今をつないでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑めなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、今日は一旦ここで配信を終了させていただきたいと思います。皆様、長時間のご視聴ありがとうございました。配信をいたしましたのは道楽屋リチャでした。それでは失礼いたします。